この後失点につながりました。今日もこのフォアボールをいかに減らすか、ここをポイントに自ら上げていました。詰まっていますがショート田中深いところ、ワンアウトランナー一塁です。記録ショートへの内野安打、1回の表ベイスターズの攻撃です。この 1,2 番にこの3連戦ヒットがなかったんですが、今日はワンアウトから石川出塁です。小久保さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いい当たりヒットになりました。先頭バッター出塁、ノーアウトランナー一塁です。2回の表の DeNA ベイスターズです。その低めに集まっているというフォークだったでしょうか、はい、これが今のがすっぽりで一番怖いボールでですね、まず最後のボールからここもですね、やはり高めにストレート系でですね、二塁へ、あっと高い、ワンアウト一塁二塁、狙いとしてはね、はい、エラーになりました。ただ簡単には送りバントを刺すというよりはやはりそこチャンスあればゲッツーというね、ところの高めの要求だったんですけどね、高さはほぼ要求通りだったでしょうか。そうですね、一番バントのしにくいところなんですが、少しまだまだもう一つこう掴めるチャンスはあると思いますので、筒香初球はヒットになりました。ワンアウトランナー一塁です。3回の表のベイスターズの攻撃です。この回もランナーを出します。ベイスターズは初回から毎回ランナーです。まあ、先ほどはスリーボールからのスイングもありましたが、ここは初球から行きました。筒香です。いい当たり、入りました、同点ホームラン。カープ鈴木が打てばベイスターズはこの筒香リーグトップをひた走る第38号の同点ソロホームラン。5回の表ベイスターズ追いつきました。1対1です。これはなかなか見れないホームランですね。広島ファンの方にちょっと申し訳ないですけども、これぞプロというようなですね、まず滞空時間が非常に長かった、はい、こういうホームランを打った時、ショート田中と前に出てきましたが取り切れませんでした。記録田中のエラーです。まあ、ここは田中らしくしっかりこう足を使って前に出て取ろうとしたんですが、ツーアウトランナー一塁です。バッターは宮崎という状況でした。まあ、前に出てきたいというね、気持ちは伝わってきましたけども、少しバウンドが中途半端になりましたね。フォアボールです。ツーアウト一塁二塁、今日4つ目のフォアボールです。一、二塁間抜ける、二塁が三塁を回る、ベイスターズ勝ち越し。5回の表ホームランの後は倉本のタイムリーヒット、2対1、ベイスターズがこの5回の表に逆転に成功です。そしてここでピッチャー変わります。ツーアウト一塁三塁となって先発の九里、ここで降板。5回を投げ切ることができませんでした。今は本当にいいポジションでね、投げてると思いますね。ライトへ鈴木前進の抜けた、三塁ランナー3点目のホームイン、一塁ランナーは三塁でストップ、バッターランナー戸柱二塁へ、記録ツーベース、さらにもう1点追加ベイスターズ、3対1、2点リードに変わります。なおツーアウト二塁三塁です。そしてバッターはピッチャーの砂田がそのまま打席に向かいます。白崎が立っていましたが砂田が向かいます。イン
コースのまっすぐだったでしょうか、はい、まあ、少し詰まった分いいところに落ちましたね、まあ、俊足のライト鈴木ではありましたがもう一歩届きませんでした。ショート田中セーブだー、4点目、砂田内野安打。リード3点に変わりました。いや、国保さんから今日ですね、この全力疾走の話があったんですが、はい、いや砂田、まあ、今のショートの田中の心境からするとですね、自分のエラーから始まった失点だったもんですから、かなりまあ、丁寧に足を使って投げに行ったんですけども、まあ、砂田の最初からこの狙ってたようなですね、内野の狙ってたようなこの走塁が、まあ、田中からするとあそこまで全力で走られるという計算ではなかったという感じでしょうね。あ、さあランナーなお2人、一塁三塁に残って1番桑原です。打ち返す、抜ける、三塁ランナー5点目のホームイン、4点リードに変わりましたベイスターズ。なお2アウト1塁2塁です。今少し、まあ、スプリット気味のボールだったでしょうか、まあ、ただやっぱり甘いボールといいますかね、投げ損ないだったとは思うんですけども、桑原もこの3連戦初めてのヒットが出ました。一つのプレーからこれだけこう流れが変わるというね、はい、ある意味この野球の怖さというのもこの田中は感じていると思います。ただご覧のような経歴です。大阪商大高校から大阪商大を経てドラフト1位で入ってきたピッチャーです。倉本今日2安打、サード堂林ヘッドスライディングセーフ、記録ヒットです。倉本は今日3安打、ワンアウトランナー一塁、5対5同点、7回の表のベイスターズです。高木さん、前の打席の一時勝ち越しになるタイムリーもね、倉本は点が欲しい場面で回ってきた打席だったので必死でした、タイムリーが打ててよかったですと噛み締めるように話したそうなんですね、ここもその必死さ出てましたね。そうですね、スライディングしてどのぐらいでフェンスだということもね、まあ、把握してできてますね。バットのや先でしたがヒットになりました。代打の後藤出塁、ワンアウトランナー一塁です。5対5同点、延長10回の表のベイスターズです。外のスライダーでした、まあ、そう甘いボールじゃないですけどね、代打で出てきて一振りで、スタートはなし、三遊間抜けます、後藤は二塁でストップ、ワンアウト一塁二塁です。桑原がつなぎました、ワンアウト一塁二塁、5対5同点、延長10回の表の攻撃です、ベイスターズです。そしてここでダイソーを送ります、ヒューマが二塁に行きました。後藤に代わってダイソー、ヒューマです。